とある朝、雪が溶けてヒヨドリたちは餌を探して何かを食べています。ああ、いい天気だ。山にはまだまだ雪が積もっています。ブイちゃん、だいぶ雪溶けたんじゃない？まだまだ雪が積もっています。だいぶ雪溶けてきたんじゃないですか？おっと、ここで何かを発見。春を告げる鳥、メジロです。目の周りが白くてとてもキュートな鳥ですね。おっと、こんなとこにもヒヨドリが。日向ぼっこをしているのでしょうか。ブリちゃん見て、これブリちゃん、サギかトキの足跡ですね、これ。田んぼに溜まった水が空を映し出していてとても綺麗です。おっと、ここでトキを発見。ブーちゃん、一瞬トキいたね。今見た？見えた？一瞬トキいたわ。おじこか。家に帰ると早速黒ヤギさんが出迎えてくれました。そしてソランさんも。黒ヤギさんはシャイなのでこういう狭いところが好きです。窓際を見るとシャティオが佇んでいました。シャティオも一緒に行きたかったのかな。何やら一緒に散歩に行けなくて不満げなシャティオ。今度また一緒に連れてってあげるから許してちょんまげ。ソランさんは何を考えているのかわかりません。散歩から帰ってきてうとうと気味なブリ姉さん。また行こうね。